も肉まんです。今回コストコ購入品紹介開封編パート1です。それでは開封編スタート。まずはじめにホタテ&エビグラタン 1160g 入り、お値段が2280円でした。賞味期限は加工日含めて3日間ありました。今回はホタテエビグラタン、天然系の商品って結構チーズが少ないイメージなんですけど、グラタンだからか結構入ってるように見えます。では開けていきましょう。オープン。エビとホタテの海鮮のいい香りがしてきます。エビは14尾で 151g、 ホタテは14個で 112g、 その他容器込みで 1033g 入ってました。本当にいつもよりチーズがたっぷり入ってそうで嬉しいです。ペンネにはアルフレッドソースとグラタンソースが絡められてるみたいです。あんまり見えにくいんですけどベーコンも入ってるみたいです。中にこんな感じでベーコン入ってました。最近はずっと活躍中なエアフライヤーで温めていきたいと思います。180度で加熱していきます。今回パセリが全体にしっかり入ってるからか見た目もいいですね。チーズもたくさん入ってるのでこんな感じで伸びますね。いただきます。シンプルだけど美味しい。味は2種類のソースとチーズのコク深さがあり、そこにベーコンと魚介の美味しさも楽しめます。エビもホタテもすごく食感も良く食べ応えがあります。2種類のソースが使われてるみたいなんですけど、重たくなくあっさり食べられるグラタンでした。ただグラタンという割にはホワイトソースの部分が少なく、焼き上げた時に上がパサパサになってしまいました。グラタンといったらホワイトソースひたひたが嬉しいです。お値段2280円とちょっとお高い気もしますが、オーブンで温めるだけで即席で作れるのでいいのかなと思いました。ホタテとエビが同時に入ってるので結構具材感がありました。タバスコとかも合いそうだな。続いてチリさん、銀鮭のごま醤油漬け 100g あたり238円、 1176g 入ってて2799円でした。賞味期限は加工日含めて3日間ありました。封の外まですごくいい香りがしてます。お魚の加工品ってあんまり見かけないんですけど、今回は銀鮭が味付けされてます。いつもと違った味が楽しめそうです。私はお魚の加工品で言うとちょっと前ですがパンガシウスのハーブ&マスタードがすごく美味しかったです。そのままのお魚を買うよりすごく美味しく食べられました。見た目濃厚なタレにつけられてるのでちょっと味濃そうですね。大きさはまちまちですが7切れ入ってました。2799円だったので1切れあたり400円です。味付けされてるということでいつも以上にお値段が張りますね。1切れがビッグサイズ、身の厚みもしっかりあります。これなんて一番大きいですね。すごい食べ応えありそう。グリル機で焼いていきたいと思います。焼けました。もうちょっと焦げ目をつけてもいいのかなと思ったんですけど、15分間加熱してきました。いただきます。美味しい。
鮭自体もしっかりとした肉厚があり、身もふわっと柔らかくとても美味しいです。見た目味は濃そうだったんですけど、すごくあっさりしてます。ニンニクとごま油を使ってるようなごまの風味、味が醤油とよく合ってます。原材料を見ると本当にいろいろな食材が使われてて、ところどころにブラックペッパーのスパイシーさを感じます。味もあっさりしてて醤油ベースの味付けなので、万人受けして食べられる味かなと思います。一切れあたり400円と考えるとちょっとお高いんですけど、味も鮭の品質もとても良かったのでリピートあり。1回のお値段がちょっとお高いのでハーフサイズで売られてほしいです。割引してる時にはまた買いたい。続いてフランス産ペリエ&ジュースピーチ&チェリー 250ml×24本入り、お値段が通常2748円のところ割引してて2348円でした。1本あたり98円です。賞味期限は買った日から10ヶ月間ぐらいありました。コストコでは海外のメーカーさんの炭酸水というとペリエ、そしてサンペレグリノの商品が思い浮かびます。どちらとも天然炭酸水ですね。私は結構硬水のお水が苦手で飲めないお水とかもあるんですけど、サンペレグリノさんとペリエさんの天然炭酸水の硬水は飲めます。優しい味で飲めます。ちょっと前にはサンペレグリノさんからのジュースも出てて、レインボーパック、これ美味しくてリピート買いしちゃいました。飲み口もアルミで封をしたってすごく高級感があり、またあったら買いたい商品です。で、原材料のところ見てみると桃、レモン、リンゴ、サワーチェリーの4種類が入ってます。そして着色料が特徴的で人参ジュースが使われてるみたいです。原料にこだわりを持ってそうですね。4本が1パックになってて、このままシェアがしやすそうですね。この泡のデザインすごくいいですね。 250ml なのでスマートの缶で飲みやすそう。色は薄めにこんな感じの色です。いただきます。これは効く。味はピーチの香りが感じられるんですけど、ピーチの甘さ以上にレモンの酸味なんですかね、酸味の方が際立ってます。後味すっきりで飲めますが酸味が強く、これはちょっと好き嫌い分かれそうです。チェリーの味はよく分からなかったんですけど、リンゴと桃の甘さを後味でレモンがかき消していきます。レモン好きなんですけど結構酸っぱい。甘い桃を使ってるというよりかはちょっと固めな桃の香り、味がする気がします。お値段今回は98円という価格だったんですけど、サンペレグリノさんのレインボーパックと比べてしまうと私はレインボーパックの方が好きでした。体には良さそうなんですけど、私にはちょっと酸味が強く飲みにくかったです。こんな感じ、今回コストコ購入品紹介開封編パート1でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中でまたリピートしたいなと思ったのはホタテ&エビグラタンと銀鮭のごま醤油漬けです。どちらともお値段がちょっとお高めなので買いにくさはあるんですけど、特に銀鮭の方は通常の鮭と違って身が本当にふわふわだったので気に入りました。美味しいんですけど3000円ぐらいの価格と考えると、あと1000円出してアトランティックサーモンでもいいのかなとも思いますし、なので買いやすいハーフサイズとか売られてくれたら嬉しいですね。グラタンの方は美味しかったんですけど、シンプルな味ですね。お家でも作れそうな味ではあるので、お高く感じてしまう方も多いと思うんですが、即席で食べられるのでコストコ行った日の夕食なんかには良さそうです。今回のオフショットは朝の食べるスープミネストローネ食べていきたいなと思います。1年ぶりぐらいに買ったと思います。お値段は1198円で1袋あたりが120円です。こんな感じの箱に入ってます。1袋あたりは133キロカロリーです。
で食物繊維も 7.6g 入ってるみたいですね。こんな感じで具だくさんでレンジで簡単に調理ができる点もすごくいいポイントです。久しぶりに登場してました。中もカラーインジン変わってないですね。視聴者様によるとスーパーでは170円くらいで売られてるみたいです。1袋50円くらい安いですね。でこの商品は蒸気口がついてるタイプで私好きなタイプです。このままレンジできるっていうのはつぼらな私にはぴったり。チンしてきました。うわー美味しそう。久しぶり。こんな感じに具材がたっぷり入ってます。もう健康そうな具材ばかりですね。うん美味しい。スープもトマトの甘みがしっかりあるんですけど、何よりこの具材ですよね。食感がすごく楽しめて美味しいです。忙しい朝食なんかにこういうスープがあったら嬉しいですね。視聴者様の中にはこの商品にご飯を入れてリゾットを作るっていう方もいました。確かにご飯入れてパルメザンチーズとか乗せたら普通に美味しいリゾットができそう。スープ系お探しな方はぜひ挑戦してみてください。